朝のルーティンをしようかなと思いまして、急遽ゲリラでラジオ配信を始めました。配信止まってる？大丈夫か？ということで、ね、北海道雪ね、やばいね。ということで、私は今起きました。おはようございます。暖房をつけっぱなしで寝てしまいまして、喉が痛いでございます。おはようございます。ということで、朝のルーティンといたしまして、私は今お布団から起き上がるところから配信をしたいと思います。起き上がりました。おはようございます。そうしましたら、窓を開けます。花粉がすごいですけど、毎日開けてます。そして私は顔を洗います。次に必ず。そのため今は髪を一つにくくっております。で、前髪をピンで留めます。そして天才ちゃんを撫でます。あはやあはや、今日も一日かわちいね。あはや、今日も優勝してるね。あはや、あはや、今日もかわちいね。おはよう、よいしょよいしょ、うん、かわちい、今日もかわちいよ。今日もかわちいの、ほわほわだね。わたあめみたいだね。かわいいね。よいしょよいしょ。かわちい、かわちいよ。かわちいよいしょ。そして私はお顔を洗いに行きます。綺麗だよって言われた。嬉しい。まだお顔洗ってないのに綺麗だよって言ってもらえたよ。あれ、目が腫れてる。なぜ。チャジーさん、おはよう。お顔を洗います。顔を洗いまして、
実況大変そうだラジオなのやめゆえさんおはよう。めっちゃ水出すよ。よいしょよいしょよいしょ。マジこれ毎日これだよ。毎日これです。で花粉がやばいので、今日は窓を閉めます。普段は用意が終わるまで窓は開けっぱなしです。花粉がやばい、マジで花粉やばい。今日涙が止まらない、やばい、涙が止まりません、やばいです、涙が止まりません。鼻も詰まってきましたね。お次は歯磨きをします。なんか今日顔の血色悪いぞ。寝不足かな。歯磨きしますね。歯磨きしたら喋れないからコメントしてね。コメント読んでるよ。北本雅昭さんおはよう。意外なんですよね。え、めっちゃ丁寧だと思うよ、私、歯磨き。ちゃんと鏡見て一本一本やっても。はい。出勤の音も聞いてます。ありがとう。そうじゃん、みんなは何してんの今。また後に磨くので軽めです。とりあえずおはようの歯磨きです。運転してる？まさに ASMR。 もう一郎さん会社頑張ってね。電動歯ブラシ？ルーティーン過ぎてたまらん。仕事くしたくしてます。職場にいます。職場にいるの早っ。シューベハートありがとう。そして私は化粧水とかを塗るんですけど、あ、花粉やばいね今日。花粉やばいの巻きですね。
続いては運転早いね。こんな時間に運転してるんだね。事故りそう、朝早くて。続いては化粧水とかを塗っていきます。化粧水とかを塗ります。みんなはこだわりの化粧水とかあったりします？今日寒いの？え、何それ、どこ情報？そう、私服決めるのにもう外に出てる人に聞きたい。上着はいる？かいちゃんおはよう。歯磨きの音。もう外出てる組教えてくれ。今日は暖かいか？東京。今日の東京はどうだ？上着いる。あ、寒いんだ。なるほど、了解。ありがたき情報。なんか最近難しいんだよね。なんか寒いと思って出たらあったかかったりさ、あったかいと思ったら寒かったり、昼間めっちゃ暑くて夜めっちゃ寒かったり。なかなかお洋服が決めれない。表参道は寒い。もう表参道にいるの？早くない？上着あった方がいいかと。ほぼほぼ一行よ。一行？ひろまるおはよう。よし、化粧水の次は目元のクリームをつけます。使っているのはポーラさんです。あー、花粉やばいな。さっきの一瞬で目真っ赤。一限って何時から？次はクリームをつけます。一限って早いんだね。私大学生って遅いイメージあった。一限は早いんだ。クーさんおはよう。9時、表参道渋谷で安くて長居できる。わかんない、あの辺はね高いよ。マックマックあるよ。マック、
マジでお布団出るところからお知らせ、みんなと一緒だ、みんなと一緒にいる、お布団出るところからお知らせしてるから、今日本当にまだみんなとしか一緒にいないわ。メンバーに会うよりもスタッフさんに会うよりもみんなと会ったしっかりしっかりミルクを顔に塗り込んで、今日は大事な収録があるんで、しっかり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 やりましたね。めちゃくちゃしっかりめに。そしたらよいしょ、この辺をお片付けして、よいしょよいしょ、またお部屋に戻ります。ねえ、そう聞いてほしいさ、あのね、 Wi-Fi といえばね、昨日のショールームちゃくちゃ Wi-Fi つなげるの忘れてたの。やばくない？終わったよねって。金沢有機学園有機大学の修業時間は6時、 あれね、夕方の6時ねゆとりストなんでね、ゆっくり行きますよ。とても朝からシーサーをいただきました。え、天才が、マジ天才的に可愛いんだけど、まだ眠いんだ今日、うとうとしてる眠い今日に限って雪が早起きだから、かわちいね、天才的に可愛いな。では仕事行きます。え、ダメ、有機大学何を学べるか教えてほしい。人生取得科目、人生。そして次は天才が出れるように下にあるものを上に上げます。下に物を置いてると全て終わりますよいしょ、え、これね、マジリアルルーティンだよ、毎日これをしていますね、本気で。で、天才用のヒーターを止めます。おはよう、会社着いたんで、え、やだやだ、なんさっきからなんか会社にゆきちゃん負けてく当たり前じゃねえ。はい、止まりまして、このヒーターも上に上げます。よいしょ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 。そしたら、天才のお水を変えて、お水はちょっと後で変えようかな。そして天才を保湿します。おはようございます、おはよう、はい、おはよう。そして
ご飯をよそります。よそるっていうか入れます。ああ、ちゃんとはかりで毎日測ってます。花さんおはよう。会社に着いたので配信を聞く。逆の方もいた、ありがたい。よし、花さん電車の関取合戦負けたんだよね。やだね、それは。それは嫌。座りたいよね、朝はね。だけど帰りはもうなんかさ、家に帰れるウキウキみたいな感じだけどね。朝しんどい。よし帰ろう。帰るの？でメイクをします。ほら先生眠いんだ。かわちい、かわちいよ君。かわちいね。まだ眠いのね。ゴロンしちゃった。珍しい。かわちいね、めっちゃかわいい。まだ眠かったんだ。みんなは今どんな感じ？ゆきは今から下地をつけますよ。あれ出ない。出た。え、絵文字使えるようになってんの？絵文字反映、え、どこで？なんか女の子に聞きたいおすすめの下地とかない？なんか私今さ、何めちゃくちゃ安いプチプラのさ使ってて、下地をなんかないかなみたいな。まだ布団の中、デスクに座ってます。机に座ってるってこと？なんかでもなんかファンデーションとかさ、何化粧品系とかさ、イプサ使ってるから合わせた方がいいんかな。素顔いいよね。でもこれも薄めの下地下地の話だよ。え、何絵文字使えるの？しめじ、しめじだけ使えるの？貝ってこと？でっかいの絵文字なんかあったっけ？貝の絵文字、ゲリラでさ朝配信したけど来てくれる人優しいね。どう思った？朝から配信始まった瞬間。何言ってんの？え？何言ってんのとは？あれ、しめじって貝じゃないっけ？下地クリームを出しすぎました。反省しています。いっぱい拭き取っちゃいました。
まさか朝からと思わなかったけど、お、よかった。あ、今日金曜日か。フライデーですね、金曜日は。なちゃんさんとか早起き言ってたからそんな驚かなかった。ハピメ来てないなと思った。ハピメ、ハピメキーワード、え、私送ってるよね昨日。おはよう。しめじってキーボードのアプリがあるのと、しめじはキノコ、え、全然違うじゃん。じゃあ金沢曜日、そう、今日は金沢曜日ですよ。ハピメ来てない、え、送ったんだけどな、え、マジ、え、マジで言ってる、え、ハピメ、え、昨日でしょ、送ったよ。え、なんでだ、昨日のチャムだと届いてない、え、嘘だ、送った送った、え、やば。じゃあこの後は9時からショールームで10時15分からチェキチャーっていうやつ届いてないんだ。しかも結構内容も書いたのに、昨日のエピソード、昨日のエピソードも書いて、え、嘘だ、物欲勇気からのキーワードはこちらみたいな来なかった？え、なんでだ？送ったよ。いや、内容普通にラジオ収録してお洋服を買い物して、お洋服欲しかったものを時間切れで買えなくて、そんな私からのキーワードはリレースって送ったそんな私からのキーワードはリレースって、なんでだ、 NG ワード入ってないよ、来てないっす、なんで。でもいつもダメだったらダメだった場合で、あの LINE 来るんだけどな。なんでだ、時間内にも送ってるしな。なぜ、七不思議です。申し訳ない、それは皆様に。すごい天才が起き出したぞ、暴れ始めた、リーって笑ってる。え、なんでだろうな、そうだったんだ。承認済みだけど確かに来てないって、すごい、マネージャーさん朝から配信をチェックしてくださってる。承認済みだって、来てる人逆に、え、でもなんかさ、タクヤか誰か返信してた気がすんのよな、あ、超絶メール、昨日のハピメとはってタクまださ、いろいろわからないからさ、そういうのハピメとはなんか返信くれてた気がする。私結構さ、ハッシュタグ見るからさ。え？来てる人いない？他に。来て
てないからその辺じゃ。あ、そういうこと？そういうことか。ハピメは分かんなくてそうやって返信してんのかと思った。え、なんでだろうね。申し訳ない。それは結構みんな来てないみたいにツイート見た。え、私が、私から、え、他のメンバーのは届いてんのかな。てか安田さん、私の超絶メール取ってくださってるんですね。うそ。安田さんは全員の確認しています。確認のため全員のを取ってます。他のメンバーもそうっぽい。嘘。じゃあ SPC の故障。こりゃ朝から安田さんの仕事が増えたぜ。今頃汗汗して SPC のスタッフさんに問い合わせて、どうなってますって。朝から仕事増えたぞ。ただで最近一日大忙しなのに頭抱えてるぞ。ゆきりんのキーワードだけ来てない。まゆこさんのは来てました。旅行のようなサラダのような話が最新でした。嘘。他のは来てる。来てるじゃん。ゆきだけじゃん。じゃあ私だけの故障だ。私が故障してるんだ。それはピエンだね。申し訳ないです。なんでだ。どう、なんでだろう。まあ、とりあえずリです。今日は明日のリリベ準備ですか。今日はね、そっか、明日かリリベ。今日はね、お忙しなんですよ。今日はお忙し、せかせかと働きます。言い方ね。最初処理したので10時過ぎには届くと思います。お仕事が早い。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかすごいな。なんかマネージャーさんってさ、残業も何もないよね。なんか、まあ、うちらもそうかもしれないけど、それ言ったら。あとね、昨日ね、やっぱりなんかあれだね、配信した日はやっぱね、寝るのが遅くなる。なんか頭が活性化されんだよね、多分。頭が活性化されてさ、寝れないんだよね。アドレナリンが出て、多分。まさか。お疲れ様でした。マチさんおはよう。マック重い。マック何食べたの。そんな重いもん食べた。朝マックでも私あれホットケーキしか食べないからな。でも朝からあれめっちゃ美味しいんだけどさ、全部食べようとするとさ、あれなんだよね、胃もたれしちゃうんだよね。わかる。だって私はね、ハッシュポテトより普通のポテトが好き。かな。おしめの生活見てるとアイドルの方が暇そうに見える。アイちゃんってこと？え、誰より？アイボンより？マックって PC ね。
あ、そういうこと？パソコンが、あ、そういうことか。朝からマクドナルドを食べて重たいって話かと思った。そういうことね。重量？え、どういうことだ？パソコンの重量ってこと？それとも通信が重たいってこと？ポテトできた時の音真似できる。テレレテレレってやつ？カリッカリの揚げたてのポテトが今食べたくなっちゃった。どうしよう。マックは重くてシェイクできないってことかも。乗り換え座れた、うん、いいじゃん。めっちゃどこ乗り換えなう？晒そうとしてる私。どこ乗り換えなうしてんの？代々木上原、シオピは今代々木上原にいます。同じく代々木上原しか、あ、間違え、代々木上原にいる人はシオピを探してください。千代田線しか勝たんそうです。今山手線と京浜東北線が遅れているそうです。おはようございます。ただいまの交通情報をお伝えします。千代田線しか勝たん、山手線、京浜東北線が遅延しているそうです。お乗りになる方はご注意ください。これいいあるじゃない、いい情報じゃない。続いてファンデーション、みんなのコメントに夢中だったわ。お手手が止まっておりましたわ。え、ファンデーション今塗ってた？あれ、やばい、私ファンデーション塗ったっけ。塗ったな。え、やばいやばい、え、ファンデーション塗ります言うてた。おはよう。そういや、ゆうちゃんおはよう。会社に着いちゃった。え、え、ねえねえ、ファンデーション塗ります言ってた？マジで分からん、どうしよう、助けて。塗ったかな、塗ってそうだな。最悪1回分言うてました。え、ありがとう、ちゃんと聞いてくれててありがとう。1回分無駄しちゃった。最悪、結構たっぷり出しちゃった。え、最悪、最悪だ、無駄遣いだ。高いのにクソクソ。下着の、下着の話してないよ。もしかしてそれで下地って読むのかな。下着で下地って読む。さっき下着の話してないよとか言っちゃったけど、仕事始まるの？頑張ってね。天才乗ってきないよ。ベトベト。あ、下地って下着って書くんだ。やば。さっき私下着の話してないよとか言っちゃった。ああ、ファンデーション無駄遣いした日です。今日は速報です。金沢ゆきさん、下地を下着と呼ぶ。朝から人を勝手に
やばいやつにしちゃいました。先ほどは申し訳ございませんでした。そして秘宝です。金沢由紀さんは、下地ってやっぱそうだよね、コニーさんの。私もそっちだと思うんだよね。下着だよさっきのは。やっぱりほらそうじゃん、手塩も言ってる。やっぱそうじゃん。やっぱみんながやばいやつだ。秘宝です。金沢由紀さん、ファンデーションを塗ったのに塗ってないと思い手のひらにワンプッシュする。秘宝です。ファンデーションの無駄遣い、やばいやつはゆきりん。騙したな、アイボン。やっぱ下着じゃん。あ、間違えた。やっぱ下地じゃん。あ、ま、違う、うん、やっぱ下着は下着じゃん。騙したな。すごい暴れてんだけど天才。もうさ、ねえねえ、花粉症の人いる？どう生きてる？あ、もうさ、どんどん肌荒れがすごいんだけど。目も真っ赤だしさ。今日の下着はレインボー。ああ、ファンデーション無駄にしちゃった。全然落ち着かない。なんかね、一時落ち着いたのよ。花粉でしょ？花粉の話だよね。一時落ち着いたけど、ダメ。全然ダメ。やだやだ、アイボン行かないで。ダメ。ダメです。今何つった？今何つったとは？虹なんだね。モデサンド朝から混んでる。え、明日野外なの？え、明日って野外？え、もう終わったじゃん。え、本気それ？え、それって本気？嘘？明日って野外なの？終わった、完全に終わった。私この前室内でもやばかったの。室内でもやばかったのに。終わったじゃん。え、金沢ゆうき。え、野外やでだって。うわ、終了のお知らせやん。泣いてても違う、あの病んで泣いてるとかじゃないから先に言っとく。多分涙出る、それは確実。でも本当にあの何かがあって泣いてるとかではないことを先にお知らせするマジか。なんかやだ、なんか花粉症のお薬飲んでる人わかると思うけどさ、一日ぼーっとするからすごく嫌なんだよね。
かる。一日終わるんだよね。ああ、本当にさっきちょっと朝換気しただけでもやばい、目と鼻がやばい。でも換気ってしたくなるんだよね、朝起きたら。わかります？白樺って苫小牧さ、やばいよね。俺白樺大丈夫なんだよね。白樺の木がね、苫小牧たくさんなのよ。メガネ、リリーベ、花粉メガネしてリリーベしようかな。マジで結構リアルに、確かに。新しいねそれ。認めたくない花粉症。あ、わかるよ。最初そうだった。手遅れになるから早く認めて病院行きな。花粉症というものはね、どん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 ひどくなるからね。蓄積だから。眼科から、あのね、今年行けてないんだよね。あの行ったんだけどもうない。今年っていうか今シーズン一回行ったわ。そういえば一回行って、それ以来行けてない。でもさ、目薬、あの人によると思うけどあんま効かないんだよね。充血は抑えられるかもしれんけど、でもメイクしちゃったら私目薬できないから意味ない。あの、あそこ行けてない。何、総合内科、内科だっけ。メイシャさんは行ったわ。だから今は市販に身を任せてるって感じです。エンタさんおはよう。おはよう。今起きたの？天才がピュー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 言ってる。かわいい。疲れてる。ライブ中に花粉のメガネしてるアイドルなんていないじゃない。それな。本当だよ。何あれ、あの子。あ、花粉、でも花粉症のメガネって、あ、花粉症なんだって思うよね。今気づいた。今気づいたか、遅いぞ。そろそろみんなはお仕事に行っちゃったのかな。コメントが少なくなってきたね。もうみんなお仕事始まった時間かな。そろそろ。え、何？学校に Wi-Fi あんの？
雪降ってる。え、ガクってどこだっけ。品川。嫁コックスさんは品川駅にいます。そういや休みだよ。いいなお休み。いいなぁ。私めっちゃ今日長いから頑張ってって言って。今日めっちゃ長いの夜まで。あ、頑張ってって一番偉いって。頑張れそうだ。聞いてくれる？ここさえ。あー、ちょっと待って。ダメダメダメ。まったくベッドには上がらせないんだから。ここ最近の私のね悩み聞いてくれる？あのちょうどいいねサイズの最近気づいたの。私ってカバン小さいか大きいかしか持ってなくてね、ちょうどいいサイズに合わせたカバンがねジョイフィットのトートバッグしかなくてね結構さみんなあのブランド物とかさ持ってたりするじゃん。私だけジョイフィットで超恥ずかしいんだよね本当に。最近の私の悩み、ちょうどいいサイズのカバンがジョイフィットのカバンしかない。ジョイフィットでめちゃくちゃ100日チャレンジっていうのがあって、毎日行って頑張ってスタンプ貯めたらジョイフィットのトートバッグがもらえたんだけど、そのトートバッグしかないの。会社着くまでによろしくとは。とはとは。ジョイフィットわかんないの？え？ジムだよ。ジムジム。目立っていいんじゃない？恥ずかしいよね。お昼の配信時間の見込みってどういうこと？今日ね全メンバーお昼配信できないと思う。そう24時間ジムか。そうだよ。栗を食べます。カバン。え？ジョイフィット全国展開だよ。ローカルジムじゃないよ。全国にあるよ。割とチェーン店。ね、北海道にもある。苫小牧あんのかな、わかんないや。どのカ
バン使おうかしら。さすがにジョイフィットこの間恥ずかしかったんだよな。いっか、ジョイフィットで。だからジョイフィットはいろんなところにあるから通いやすい。どこにでも行っていいから。私って仕事がさ、仕事現場がさ、毎日ここっていう決まりがないから、仕事現場から近いところいつも行ってる。お、多目前あるんだ。ジョイフィットで行くか。よし、ジョイフィットにしよう。それとも、いや、でもそんな荷物ないし。今日とて、ゆうきちゃんはジョイフィット上位フィットで行きますか。メイクポーチを入れて、よしよし、メイクポーチを入れました。そしてフリパンも持ちます。そう、全国どこに行ってもいいの。めっちゃ便利じゃないそれ。だから私みたいにさ、もちろん最寄りとかに、近くとかにある人はいいかもしれないけど、私とかみたく、あの何、お仕事、まあそんな人あんまいないのかな、お仕事の場所が固定されてないよって方はおすすめ。その仕事、あ、めっちゃうるさかった、ごめんなさい。お仕事終わりで行けるから。めっちゃ便利だと思われます。よし、充電器も持ちましたよと。で、ハンドクリームを持って、よし、あとはお着替えしたら OK かな。あ、しおりちゃんの誕生日プレゼントを持たなきゃ。今日持ってって迷惑じゃないかな。今日でいいかしら。お、1000人だって。ありがたき幸せ。ヤングさん、おはよう、ありがとう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やばい、朝からいっぱい喋った時、日に、朝からいっぱい喋る日に栗食べない方がいいわ。あんまりおすすめしない。あんまりおすすめしませんよ。え、やば、ラッピング袋ちっちゃかった。なえた、ねえ、助けて。しおりちゃんのタンプレね、オーダーメイドでやったって言ったじゃん。あ、横に入るじゃん。入らない？あ、入った、よかった。オーダーメイドだからさ、ラッピングがついてなくてさ、100円ショップで買ったんだけどさ、サイズミスったかもしれないと思ったけど、いけそう、ギリギリ許容範囲。許して、しおりちゃん、許して。よし、できた。これを持ってくのだ。これを
くの今日。あれよし、こまごまとした荷物が増えましたということで、私はお着替えしたら出発します。みんな朝からありがとうございました。来てくれて感謝しております。とても。抽選科目全当選、うえすごい。ではでは皆様ありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。1位はエンタさんでした。ありがとうございました。今日は本当に朝まで、朝から夜までなんで頑張りたいと思います。天才ちゃんも今日は長らくお留守番でございます。いただきます。皆さんも一日頑張ってください。私も頑張ります。いってきます。今日は後でインスタも更新します。ではでは、お互い頑張りましょう。一日、今日は夜は特典会あります。ポートレート、トークポート、よろしくお願いします。ではしたっけね、切ります。